どうも皆さん、もう12月なのに僕は半袖短パンでも部屋はガンガンヒーターを焚いてめちゃめちゃ熱くしている、頭のおかしな薄口です。イエイイエイじゃないんだよな。でも長袖着ろっていう話なんですけど、まあそんなことはどうでもいい。今日は昨日発表された、昨日っていうかそうか、日付変わったから30分前が今日なのか。そうか、何言ってんだまあとりあえず昨日発表された JR 西日本の来年の春、2021年の春のダイヤ改正のプレスリリースに、ちょっとこれは気になるなというものがあったので、それを紹介します。それがこちらです。でーん、はるか琵琶湖エクスペスが南区画に新たに停車する。この文面が一体何を意味するか。南草津が大都会に変化するということです。やったー、何やってんだろう本当に。いやー、まさか南草津に特急止まるなんてね、いやー信じられないですね。あの20年ぐらい前はもう田んぼとバスターミナルぐらいしかなかったらしい駅が、いやーすごいですね。びっくりびっくり。いやー学園都市って素晴らしい。うん、我ら南草津にも新しい風が舞い込んできますね。それはきっと暖かい風でしょう。何を言ってるんでしょうかただそんな南草津に特急を止めるほど需要はあるんでしょうかね。少なくとも、はるかはまあ、需要あるとしても、琵琶湖エクスペスってどうなんですか？そんなに乗ってるんですかね？僕乗ったことないですけど、ただ、着席通勤の需要は結構あるのかな？まあ、座って楽していきたいですからね。うん。まあ、止めるってことは、需要があるっていうことなのかな。だからすごいですね。あの関空で停車駅に、あのなんだ、南草津っていうか、すごいな、それはそれで。いやー、これでまた草津市が都会になりますよ。やったー。いやー、これから皆さん大都会南草津として南草津を崇め立てますってくださいまあそれは冗談ですけど、まあはい、まあ多分使うと思います。南草津に泊まるはるか、うんうん、多分使う、うん、これ使わないオチやなまあそういうことでした。それじゃあおやすみなさい。バイなら。